8020運動って、聞いたことある方も結構いると思うんですけども、これはどういう運動かっていうと、80歳で20本の歯を残しましょう、残すように頑張りましょうっていうのが、趣旨ですね。この根拠はですね、歯が20本揃っていれば、大体何でも噛める、つまり、健康でいられますよということで、進められているんですね。でただ実はこれはですね、別に20本あるから噛めるっていう科学的な根拠は私が知る限りなくて、これあくまで目安です。当たり前ですけども、8.28 本あるんですけども、左側だけ8本ないっていう方であれば右の方で十分噛めるからいいんですけども、飛び石的に8本ないとなるとですね、当然咀嚼には問題が生じますよね。でなので、これあくまで一つの目安です。でただ20本あればですね、例えば治療するにもいろんな選択肢が取れますし、回復もそんなに難しくないので、やはり20本ぐらい歯が残ってた方がいいですね。であとはですね、例えばかぶせ物が入ってる歯とか、神経ない歯も自分の歯ってカウントしていいんですかっていうふうに言われる方いらっしゃるんですけども、これはカウントして OK で、自分の歯の根っこが残ってれば僕らはそれは自分の歯というふうに見なしますので、たくさん治療の履歴がある方も諦めないで、その歯をね、根っこを長く使うように予防したりとか、悪くなったらすぐ治療するということをお勧めいたします。